100レベルとか出してこないよね。本気で行くよ。本気ならレベル100のポケモン連れてくるでしょ。って言われたら困る。まさかー。でもな、70レベルとかありえるぜ。ネモちゃんぐらいのメンタル見せつけていきたい。やっぱ相手のことを考えすぎないというか なんだろうな。変な言い方しかできないけど、自分を大事にするってことじゃない？つまりは。自分を大事にするってそういうことだよな。じゃあもう今日、大穴も行きてえし、テーブルしていくか。行くぜ。大穴に突撃したいから、もうサクッとやっちゃいましょう。来たよー。来たよ。もうすぐだよ。怖っ。あ、来たね、ミト。もうすぐ血が飲めるよ。チャンピオン同士のポケモン勝負。噂を聞きつけてみんなも集まってきたみたい。チリちゃんさん、優しい。ここにいる全員、みんなの中で、怖っ。何これ。私が一番楽しみなんだよ。本当に一番が好きね、あんた。校長。みんな見に来てくれてる。舞台は整った。私の本気の力と、実った君の力。マジで顔がいいな。どっちが強いか、勝負しよう。ここで負けてるのやだな。ここで負けたら、やだな。はっ。チャンピオンのネムが勝負を仕掛けてきた。ルガルガンか。レベルなんぼや。ずっと待ってたの。最高の勝負、始めるよ。はぁ、65だー。ちょうどいいですね。なんてちょうどいい。モンステロ巻くわー。モチプニでいけるとこまで行きてえなー。うわー、BGM かっこよ。最初に教えたタイプ相性が私をピンチにするなんて。怖いよー。今、パイセン、なんかいちいち、パーモットちょうどいいかも。いちいち怖いよな、なんか含みがあるというか。 でも今まで使ってたポケモン出してくれるんだ。これはいい。うわー。 モチプニー。きっちり一撃どうだ。本気出せるって楽しい。なんか煙くね。煙いぞ。こいつ電気格闘だもんな。いいぜ。ミミズですか？わ、どうしよう。鋼か。鋼か。鋼単体。飛行入ってるから、こっちもインファイトするか。いけ、地域も。つか、ネモパイセンもミミズズ好きとか。いいっすね。尖ってよく食い込んだ。わーん。いけー。かわいい。細長い。うわー、ヌメルゴン。ヌメルゴンかー。ヌメルゴンねー。じゃあ、卵出すか。ドラゴンだけど。行け、卵。卵行け。いつも埋まってるわ。卵にとわが食い込んだ。卵の流星群。流星群が、卵。うわー。卵。危ない。
卵もう一回、もう一回卵卵もう一回、あーやばい、落としきれず、さよなら卵、卵ー、うちの卵が、メルゴンか。そうね、マスカーニャ最後に出したいからな。頑張れママタロス。え、ってかケンタロス使ってたよな、オープニングで。ケンタロス持ってると思うんだけどな。あと3か。あと2体。は？ノココッチ？ノココッチってノーマル単体じゃないのかな？なんか他に入ってんのかな？ノココッチかなんとも言えねー、なんもねー、ノココッチに対する思いが。ノココッチかエスパーとかか、エスパー入ってるとな、わかんねえ、ノココッチのことが。俺ノココッチのことわかんねえよ。でもステルスロック巻いてあるからできるだけなー。これはない、ノココッチって何ノーマル、ノココッチのことよくわかんねえ。体力吸い取って、わー、トグロ巻いてる、怖い。防御が上がったか、命中率が上がった。あ、ナイスやけど、それはナイスだな。ちょ、怖い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 、いやー、でも、やけど負ってる時って、いやもうなんとかなれ、なんとかなれー、もう落とすしかないよ、いやでも、やけどで、うわー、あ、弱くて助かった。よし。よっしゃー、ベーニバル来た、入れ替えるぜ。マスカーニャ、いけ。これで、テラスタイプ変わってたらめっちゃ面白いな。まあまあ、水だよね。水だよね。そうだよね。もう、昼になっちゃった。最後はこの子か。ベストを尽くしてくるんだよ。ベーニバル来た。これで、テラスタイプ飛行とかになってたらめっちゃいいな。いけー、なんとかしろー。いやー、光れ輝け、私の最高の宝物。さあさあ何になるさあ何になる。ファイーン、あ、水だ、水でよかった。いっけー、リーフストーム、やったね。気合いのハチムキ持ってたら面白かったな。やったー、これでみんなパルデアの大穴行きだね。あ、なんだ、パリーン、倒しちゃった。これはネモパイセン泣いちゃうかもね。あ、うっ、うっ、はっ、あー、あっ、抜かした、や、やったー、こわ、
すごいすごいよ、ミトは最強だ、嬉しいな。怖怖い、この人だって私本気で戦ったのに。あ、ケンタロスは本気で見守り用なんだ。くー、あー怖怖、ポケモン勝負ってさ思ってる以上にずっと楽しいよね。ちょ、8割、ありがとう、次は負けない。ガシ、パチ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 、メンタル強え、怖え。さあ、ミト、一休みしたらもう一度ポケモン勝負しよう。怖え、やれやれ、次はどの子で戦おうかな。やばい、もう一生だわこれ一生ネモパイセンからは逃げられないんだろうな。やば、 LINE とかでさ、今日はポケモン勝負できるって、今日はって毎日来る。チャンピオンロードクリア、やったー、ロト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 。あ、ペパーパイセン、ペパーだぜ、バウバウ、うわ飛びつくなって、ミトの声聞いてなんかはしゃいでる。あ、そうだ、本題、エリアゼロに行くって話、お前覚えてるよな。はい、行こう行こう、絶対よな、さすがの記憶力ちゃんだぜ、記憶力チャンネル。ミトがいろんなとこでいろいろ頑張ったおかげでさ、エリアゼロに同行してくれる仲間を2人確保できたぜ。ペパーパイセンが、へへ、こんだけ人数それエリア文句ねえだろ。エリアゼロに向けて4人で出発だ、とりあえず集合しようぜ。ゼロゲートって施設で待ってる、位置情報送るからさっさと来いよ。なんだこりゃなーにこれ、こんなとこあったの、待ってるからな、わわうわう、犬が。ゼロゲートへ向かおう。どこへ行こうか、でもさ、うわー、聞きてえけどね、みんなの話も一回行くか、先生たちとも仲良くなりてえけど、ネモパイセンはやっぱり厳選してんのかな、卵とかもさこれこのまま飛んでいったらダメですって言われんのかな。ちょっとやってみよう、行ってみよう、やってみよう、行けー、ブーン、やばい、途中で落ちる、途中で落ちること受け合い。確かにサンドイッチ食ってねえな、わー、ダメみたいですね。は、ここはチャンプルターンが近いんやん、わっしょい、どこ、あ、ここか、ここだここだ、これどっから来るとかある、あ、一応あんのか、道あったんだ、あ、瞬間移動、おーい、こっちだこっち、おーい、お茶、こんなドア知らなかった、すごい、こういうスーパーボールあるよね、あれがゼロゲートだ、パルデアの大穴の中、エリアゼロを観測する施設、ゼロゲートの中から大穴に降りんだ。そういや、お前が連れてるあいつ、ミライドンってエリアゼロが、ミライドンってエリアゼロが生まれた場所あ、エリアゼロが生まれた場所か、なんかその言い方だと変じゃないエリアゼロで生まれたんだとさ、っていいと思うな、もしかすると故郷に帰れるの嬉しかったりしてな、まあどうでもいいけどよ、俺が呼んだ二人はゼロゲートで待ってるはずだぜ、行くとするか、ミライドンが場所みたいだね、ザ・ホームウェイ、何なんだその英語は、なんだその英語は、これコーヒー飲むからトイレ近くなるんだろうな、ブレンディカフェオレ、ロードが長い、これ怖いですね、
ここが、うわ、なんか暗っ。出たわね。やっほー、ミト。ペパーから強いポケモンがまさかいるって聞いてさ、乗せられたわけ。すげえポケモンと戦えるって教えたら秒できた。怖っ。学校ではこううるさいだけだけど頼りになりそうだな。おお、やるかー。ネムパイセンは怖いぞ。てか暗いよ。すげえポケモンどこにいるの？確かに変だな。前来た時は電気ついてたんだけど。あ、ハッキングしといた？すでに。ついた。なんで？うちがやった。それ、やる必要あった？なんかオートで省電力モードになってたっぽい。あ、そう。電気消したんかと思ったボタンちゃんが。ハッキングして強制的に解除。あー、EV バッグがモフモフの。モフモフのね。モフ？名前ボタン。モフ。話すのは初めまして。私ネマ、クラスは1の A。機械得意なのね。ポケモン勝負好き？怖い。うぐ、うぐい来るし。EV こっち見てる。ハイテクに強いやつ校長から紹介してもらった。水戸の助けになるって声かけたら秒できた。そうなんだよね。冒険とかからじゃないけど、水戸に借り返さなきゃ。約束は果たす。意外と硬派のやつ。改めて俺はペパーだ。好きなものはマヒティフト料理で。あ、生体認証確認中。生体認証確認中。ハロー、ミト。待っていたぞ。優秀な仲間を集めてきてくれたようだな。いや、どちら様なん？どちら様なん？俺の父ちゃん。多分。え、フトゥー博士？学籍番号 805C001。 でも学籍番号始まる 3B121 ボタン。来てくれて感謝する。博士、お会いできて光栄です。まだ会えてないですけど。うちらのこと話したん？なわけあるかよ。君たちにはまずパルデアのお穴に入ってきてほしい。右手に見えるエレベーターから下の部屋へ降りられる。あのさ、父ちゃん、先へと進んでくれ。妙だな。え、仲悪いん？え、もう生きてないんじゃない？父ちゃん、あ、なんだ？先へ進めってさ、え、なんか今瞬間移動のあれがあった。怖い。フトゥーって人昔有名だったし、最近メディア出てないけど。博士ってポケモン勝負強いのかな？やめな。やめな。じゃあ行くか。うっしゃ。行くぜ。いやー、いいメンツだなー。こうやって仲良し4人組みたいなことになるといいよねー。いいよねー。ここが生体認証確認済み。オールクリア。効果ゲート開放。わあ、自動ドアだ。いや、遠隔で操作されてるっぽい。こっから外はエリアゼロの上空だ。水戸、未来ドンは連れてきているな。はい。ここまで一緒に冒険してくれてありがとう。ミライドンのライド技、滑空を使えばエリアゼロへ降りられるだろう。みんなはどうやんの？エレベーターとかないん？てかミライドン飛べんの？みんなは下に着いたら連絡する。無事を祈っているよ。強引なやつ。エリアゼロのポケモン楽しみ。早く降りよう。あー、ネモパイセン飛び降りた。あの子怖いとかないんか？ネモパイセンはないよ。俺たちも行くか。みんなどうやって滑空、みんなどうやって滑空すんの？みんな滑空ポケモン持ってる？大丈夫？雲しか見え。何メートルあるんだろう。
水戸、腹はくくったか。あ、ちょっと待って。お前の準備待ちだ。みんなで乗るの。みんなで乗るの。わー、水戸、トータより全然高そうだね。みんなで乗んの。よし、わかった。行くぞ、あいつ出してくれ。ボロン。みんなで乗れんの？こんな危ないことあるかよ。あぎゃー。みんな乗れる？あぎゃ、どうしたんだろう。ふん、高くてビビってんだろ。そうか、そっかそっか、そうかな。みんなで飛べば怖くないよ。え、意味わからん。ちょっとだ、私、僕どこに乗ればいいですか。乗れー。ちょ、どこ、あとどこに乗るとこあんだよ。どこだって。うわー怖すぎるー。そんな絶対つるーんって言っちゃうでしょ。あ、すごい握力。これが青春。意外と滑空っていうよりも落っこちに行ってるし、何らかの力が働いて何らかの力が働いてみんなミライドンにくっつけられてるか、めっちゃ足の力が強いかの、どっちかだな。ギュッって、ネモパイセンがめちゃめちゃフンってしがみついてるんだろうなこれが青春。うわー、あれ、ネモパイセンいねえし、また来しまったな。はあ、はあ、途中2回は死んだ。確かに。あぎゃぎゃー。どうしたん？ギャッシ！あれ？戻っちゃった。自分からボールに戻ってった？どうせ腹でも減ってんだろ。じゃあピクニックするか。そういや生徒会長は？途中で落っこちた？え、いないし、まさか。ねえねえ、みんな。エリアチュラすっごいの。え、殺戮した？もう。どう？早く行こう。特性マイペースなん？は、4名ともコンディションオールクリア。バイタルは正常な数字です。これで無事に降下できたようだな。た、随分と快適な着地だったぜ。それはよかった。みんなでスマホロトム掴んで降りればよかったんじゃない？現在可能な降下方法は難易度が高いため心配していたのだ。え？嫌味通じてないし。ご心配ありがとうございます。これから最深部、僕のまずゼロラボを目指してもらうわけだが、その扉は外部から4つのロックがかかっており、僕では解除できない。おあつらい向きじゃねえの。4つのロック。君たちには途中に建造されている観測ユニットを4箇所巡ってもらう。はあ。その施設でロックを解除しながら進んできてほしい。では健闘を祈る。4つのロックか。ゲームみたいで楽しそう。ゲームするんか。それじゃあエリアゼロの奥底目指していざ出発。やっぱネモパイセンいるといいな。何のポケモンいるのかな。あ、ライチュウだ。ライチュウまだ捕まえてない。あ、なんだあれは。え？え？あ？あ、話しかけられない。わー、なんかすごい。あー、なんかすごい、ポケモンめちゃめちゃいる。なんかすごいけど、うわー、ここバグりそう。いろいろ見たいのに。あー、なに、わおーん。別にみんなおのおの言っていいで。私、僕に構わず。この辺は関係ないのか。アイテムちょっと落ちてるぐらいで。ポケモン捕まえてっていい？いや、でもまた来れるんだろうしな、きっと。エリアゼロ。来れるよね。え、来れないの？ちょ、わわわわ。ライチュウ捕まえたい。え、このライチュウって本当に存在してる？嘘のライチュウかもしれん。嘘のライチュウか、これ。眩しい。
わあ。うわあ。BGM いいですね。BGM いっちゃね。もう出ちゃうよ。大中か、56レベルなら耐えるのでは？うわあ。強い。綺麗なとこじゃない。こんなに穴の中なのに明るいんですね。わあ、もうこのライチュー強い。もうこのライチュー強い。誰か止めて。このライチュー強いです。ペパパイセンも後ろで見てる。まだかな。まだかな。やったー、ライチを捕まえたぞ。バグりそう、みんながいるから。なんか飛んでった。ピチューの木やばい。みんなに早くしろって言われるから早く行こう。わあ、なんか木がね、これ木があれになってる。すごーい。ここがパルデアの罠。エリアゼロ、教科書の挿絵で見るより、なんかすご、普通入れないもんね。あれ、そういえばミライトンは？なんかビビってボールに戻った。あれ、そういえば出せないのか。あ、出ない。もしかしてあの子いないと上に戻れん？いや、前来た時は空飛ぶタクシーに泣き入れて来てもらった。じゃあいいじゃん。うっせえな、お前調子なんなよ。は？お前ってえな、何蹴ってんの？もうせっかくの大冒険楽しくしようよ。あー、すごい滝が。ペッパーパイセン滝に突っ込んでいった。あ、美味しい水だわ。カルデアの大穴さん、美味しい水。超深くてこんなに歩くの遅いのにみんなサクサク。あれ、なんでみんなだけそんなにサクサク歩けるの？助けて。あーアーマーガー、アーマーガーだ。あ、枠の外に、柵の外にいる。落ちるぞ落ちるぞ、キリン。キリン。なんか眩しい。うわ、これ持ってたかな、ゴーグル。でも持ってた気がする。ボタンって水戸とどういう関係なの？助けてもらった。友達とか学校とかいろいろ大変だった。そんな時頼りになってくれた恩人。へえ、自分も生きつつ水戸すごいね。そういうあなたは？あいつと戦いたい。ああ、私同じクラス、今ご近所なんだよ。チャンピオン目指そうって言ったらチャンピオンになってくれたんだ。ちょ、キリンに追っかけながら。うわーペパーパイセン、邪魔っす。せっかくお話聞いてたのに。キリンが追っかけてくる。いや、お前らさ、俺とミトの友情物語に比べたら、全然まだまだだぜ。聞いてない。てか、マウント取んなし。ちょ、今、あのキリンと戦いたい。ああ、みんなミトと仲良しなんだね。ちょ、キリンと戦いたい。うろうろ。ピチューの毛。あ、あれじゃない？え、キリン？博士が言ってた建物なんだっけか。満足ナゲット？え、そんなだっけ。観測ユニット？え、ふん。なんだ、ボタンって記憶力すごいね。いや、こんなん誰でも。キラリ、え、やばい、藤井風だ。わっわっ、なんか出た。トップのポケモン大穴にいるんだ。確かに。ミト、一緒に戦ってみよう。ちょ、岩毒なんだよなこれ。
風呂シチュー、え、シチュー風呂シチュー。